皆さん、こんにちは。えー、アンコウです。アンコウのオペラ報談もえよオペラ、第81回。今日は2020年、えー、12月16日、えー、ですね、水曜日です。はい。えー、今、僕の中を見てもらったんではなくて、えっ、ー、と、僕がこのミスターのこれ T シャツですね。この T シャツにはもうちょっとヨロヨロなんですけど、すいません。はい。ここに書かれている、この、キングクリムゾン、ね。僕の大好きな、えー、ロックバンドでございます。 えー、キンクルムドの名前はもしかしたら、萌えよオペラの中でも何回か話をしてきたかもしれませんが、まあ繰り返していますが、萌えよオペラって言ってね、なんだこの映画の話だとか、えー、音楽、あのー、音楽といってもロックの話だとか、えー、なんかそういうものがたくさん出てくるんだっていうね、お怒りになられてる方も大勢いらっしゃると、まあ僕は <laughs> 思いますし、えっ、ー、と、まあ再生回数みたいなものもね、 あの、まあなかなか伸び悩んでおりますので、多分そのあたりのことも原因してるんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、えー、面白いと思われた方はすいません。あの、YouTube の場合ですね、下の方に、あの、チャンネル登録というのがありますんで、それをぜひ登録してください。そしてこの、いいねみたいなものをね、ピョンと押していただけると大変に嬉しいなというふうに、あの、励みになるなっていう。 ですね。はい。すいません。はい。えっ、ー、とー、まあ、よく、えー、アンコさんは YouTuber になられたんですかってよく言いますけど YouTuber っていう意識は全くないんですけど、まあでもなんか、だらだらとこう喋りながら始めたものもですね、まあ、今年の僕の、えー、活動の中では、重要な柱の一つになってきまして、<laughs> えー、やっぱりこうなんか、あのー、自分で多分知ってること言ってんじゃなくて、 えー、これでも、えー、まあ、世界のね、どこで、これをまあ、もうどこでも聞けるわけですから、えー、全世界の人がまあ、これをたまたま聞いてるってことがね、あったりしたら、やっぱり無責任なことはえないな、というふうに思いつつ、自分のやっぱり考えをこうまとめて毎回話をしようとはして、これでもしているんですけども、はい、これからも動画よろしくお願いいたします。はい、80回を踏ま、を81回になりましたけれどもね。 というわけで、えっ、ー、と、今日はもう、もう一度ですけれども、この、キングクリムズンについて、えっ、ー、と、話をしたいと思います。キングクリムズンに僕は出会ったのは、高校生の子ですね。僕は千葉県の河野大高校というところで勉強していましたが、えっ、ー、と、あんまり熱心に、えー、学校の勉強をするというよりは、えー、終わってからね、自転車に乗って映画を見に行ったりとか、えー、という話は前にもしましたけれども、あとは、えー、友達と、えー、LP レコードのね、交換をして、 えー、僕もそこそこちょっといろいろ持っていったものがあったんで、それをね、えー、貸して、で、えー、借りたりして、えー。今のようなこういう YouTube のようなもちろんないですし、みんなが携帯持ってたりしてるわけじゃないので、えー、そういうものが情報交換だったんですよね。本を貸したりとか。えー、だと僕の場合には、僕はス河野台っていうところから、えー、電車でですね、京成電車で、えー、船橋っていうところに、船橋で東武線に乗り換えるんですけど、 船橋のえー、えー、と本あのレコード屋ですね。まあこれも前に多分話したと思うんです。長時間。 もう、毎日1時間以上ですよ。レコード屋にこう行ってですね、レコードも、こう、何度も何度もジャケット見てね、買うわけじゃないです。買えないんです。そんなにお金がないんで。ね。月に、もう本当に何枚かしか買えないぐらい。もう当時の1枚が2500円とかでしたけども、そういうものって本当に大きな支出。今、まあ、もちろん今でもそうですけど。ただ、最近はもうこの月額いくらで Apple Music 聴き放題とかいうのがあるじゃないですか。 もう全然違いますよね。当時聞きたくても聞けなかったもの、今ではもうどんどん聞けるっていうか。だから僕も嬉しくて、えっ、ー、と、Apple Music でどん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 いろんなもの聞いてるんで、<laughs> 昔よりも今のが全然物知りですけど、ただ、やっぱり本当にそうやって求めて聞いたっていう意味で言うとね、一枚一枚の LP レコードに本当に思い出があるっていうような意味では、比較にならないです。その当時の密度の濃さは。 だから僕はそのキンクリムズンに初めてえ友達からレコードを借りてそれを聴いた時の衝撃みたいなもの、本当にすごいものだったし。僕はその前にピンクフロイドっていうのね、すごい好きで。それも同じあのイギリス出身のブリティッシュのプログレスローボックのバンドでなんですけどもね、それ、そっちの方にどちらかと,いうと惹かれていたんで、そのアトンハートマダーっていうのが牛の絵が出てるジャケット。これね今でも好きですけど、 パン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 パ,ンパンっていうなんかこのちょっとブラスバンドが入ってきたりするね感じでちょっとクラシックに相通ずのところが好きだったんですけどでもこのキンクミズンはそのえクラシック的なところもあるんですけどもっと,えとジャズの要素がその中に入ってきてでさらにそのもうロックの激しいところもあったりしてねえプログレスロックとまあとってまあ本格的にそのプログレスロックがこのえ名盤ですね 名盤、このクリミゾンキングの宮殿という、この名盤によって、えー、これが1969年に出てきたんですけど、これでビートルズの最後のレコード、アビーロードが、えー、あの、トップに至る。それを超えて、これがトップになったということで、本当に歴史的な事件がそこで起こって。そこから、このプログレスロックの、キングクリミゾンや、えー、ピンクフロイドや、エマソン・レイャン・パーマーやイエス、 えー、ジェネシス、えー、っていうのは Camel、キャメえー、ね、いろいろなそういうバンドによる、えー、もう本当にメイクルメイク、プログレスロックの歴史が始まったわけですけど、えー、もうこれは本当に大変な名盤ですね。えー、大変な名盤です。これの分かるルってる Greg g r クですね、ベーシストですけども、このアルバムとその次のアルバムにちょっと録音に参加しただけ彼はいなくなっちゃって、今もいたえ、まあそのレイク、a k e p っていう、もうこれもすごい、あの、 バンドですけど、こっちの方に移ってしまうんですけどね。えー、何しよう、ここの中にいてギターを弾いたのはローバット・フリップっていうのが、えー、キング・クリムゾンのもう唯一の、今もあるんです、キング・クリムゾンは。今もあるんですけど、今年でだから50周年、えー、を迎え、去年か、2019年で、ね、50周年を迎えたんですけど、今もやってる、もうじいちゃんになりましたけどね、あの、見に行きました。えー、2年前かな今やってきたのも、も見に行きました。今でも健在で、本当に素晴らしいですけど、 えー、でもね、この、もう本当に、これですね。えー、はい。それで、えー、そっからですね、えっ、ー、とー、もう、メンバーチェンジをものすごく繰り返しなこの、だからローバートプリップだけが残りながら、繰り返していって、このバンドがやっていくわけですね。まあ、これが、えっ、ー、と、第一期、キングクリムズンは、この最初の The Court of Crimson King と、えー、The Wake of、uh, Poseidon、Poseidon の目覚めと、えー、Lizard。 っていうのと、それと僕の大好きな、これですね。アイランズアイランズっていうこの4枚の、えー、LP を残して、まあ空中分解するわけです。はい。で、ここでもう、ロバットフリップ1人を残して、後の人みんないなくなっちゃって。<laughs> かわいそうにね。それで、その後に <laughs>、えー、ラ u クスタ n ン u e and っていう太陽と戦律。 っていう LP で、このバンドはよみがえってね。そこまでとは全然違うサウンドをや、やるんですけど、これが、ロードフリップと、えぇ、ー、ビル・ブラッフォードと、ジョン・ウェトン、そして、えっ、ー、と、ジェミー・ミューアーと、デビッド・クロスという、えー、5人のバンドですね。えぇ、ー、ロードフリップがギター、それで、えー、ジョン・ウェトンが、ベース、えぇ、ビル・ブラッフ,フォードが、えー、ドラムス、そして、えー、ジェミー・ミューアーも、えぇ、ー、パカション。 えー、そして、デイビッド・クロスがヴァイオリンっていう <laughs>、こういう構成でね。あの、こ、この時期のキング・クリムゾンは、もう本当に凄まじいです。はい、凄まじい。その中で僕がこの時期で一番好きなのは、そのスタジオ録音の版あれもそうなんですけど、この、えっ、ー、と、USA っていうね、えー、これは、えっ、ー、と、アメリカの、えー、ニュージャージー州ですね、ニュージャージーの、えー、で、えー、録音された、 カジノワリーナ、ア u ベリーパークっていうところで、えー、録音されたものでね。このもうライブアルバムは僕は何度聞いたことが、まあもちろんこれ LP レコードで聞いたんで、僕何しろこのジャケットがすごい好きで。もうキングルードムのジャケットはどれもそうなんですけど、どれも素晴らしいんですよね。本当に、えー、なんかもう、この、なんていうんですかね、ちょっと不思議じゃないですか。ちょっとこう、なんか透明感ある感じでね。僕もうこれが本当に好きで。 それで、キング・ミドンは、だから、えっ、ー、と、スタジオ録音も大変素晴らしいんですけど、ライブになると、スタジオ録音とはまた全然違うんです。で、どこが違うかというと、一番大きいのは、えー、彼らは、そのさっき言いましたけど、ジャズの要素があるって言いましたけど、やっぱりインプロビゼーションっていうのをすごいするんですね。インプロビゼーションっていうのは簡単に言うと即興演奏ですよ。だまあ、ジャズは当然そうなの。最初にテーマが出てきて、テーマを、 えー、インプロで展開していくわけですね。それでその時にその、えー、バンドのメンバーが、例えばダブルベースとか、ピアノとか、ドラムスとかが、いろいろそこでサックスとか、トランペットとかが、いろいろそこのテーマを、えー、アレンジしながら展開していって、最後にもう一回そのコーダーとしてテーマ、あれに戻ってくるっていう、そういう展開になっていくわけですけども、その、 ところが、だから音楽が一つのテーマがどういうふうに展開していくかっていうのを楽しむというか、まあジャズの楽しみの一つだと思うんですけど、このキング・ミゾンもそういうところがあって、だからこのキング・ミゾンのインプロブっていうのはね、もう、えー、解散後も、もう死ぬほどたくさんのライブが出てきて、出てきてるんですけど、およそ可能なものはどんなものでも、どんなひどいこんのものでも、そこをもう聞きたいと思うのはキング・ミゾンのファンの、なりわいで、まあそれをし、 てか知らま、知ってますね。あの、ロバート・フリップは、次から次にライブ版を出してきてるんで、もう僕も、いやもう、ライブ版が山のようにありますけど、えー、それを聞いてね、でも一つとして同じ演奏はないわけですよ。ちょっとだからこれは、僕の本当に大好きなマリ,アあ、ま、マリアカラスですね。マリアカラスの、えー、にも似てます。 似てます。はい。そういう意味で。だから、えー、熱心なファンってどっかそれ全部追っかけたから全部を持ちたくなるっていうのはね。な、ビートルズなんかもそうなんだけでもビートルズなんかは割とそういうところではステディーで、で、だからライブはやめました途中でね。それでスタジオロコンに専念していくんですけど、キングズム・ル、えームゾンは、むしろ、えっ、ー、と、ライブで発展していったってところがあって、そこ本当に素晴らしかったんですが、この、えっ、ー、と、まあ、 まあ、あ締めて大きな、大きな大気キングクルムゾンは、ええー、この、えっ、ー、と、レッドっていうね、ええー、ええー、あの、ええー、あの、<laughs> LP を持って、えー、口分解して。 え、ましたね。まあ、このキーを僕大好きなんですよ。特に、この中にいたジョン・ウェトンは、僕はもう本当に大好きで、彼のボーカルが何しろ素晴らしいんですよね。憂いのあるボーカルっていうか。だから、えっ、ー、と、彼は解散後も僕はよく聴いてました。えー、それで、えー、昨年ですかね、亡くなりましたね。癌で亡くなって本当に悲しかったです。最後のライブを僕は見たんですよ。長野サンプラザで UK っていう、 バンドをね、彼が、えー、解散後に、あの、キング・クリムゾンから出た後に、えー、やった。バンドこれ僕は高校生の時にもこのバンドの、えー、ライブを見たんですけど、えー、再結成されて、それを、UK をね、やって、それが最後の演奏になりました。ジョン・ウェットンの、えー、中野サンプラザでやった、えー。本当にでも素晴らしかったです。で、その時にもうその UK 最後だって言ってたんで、なんで最後なんだろうと僕思ってたんですけど、そこからすぐ、ま、彼が、 ええー、まあ、カミングアウトっていうか、その、それを言いましたね。えー、みんなに、ガのこれから治療に入るんでって言って。で、必ず戻ってくるって言ってましたけど、もう一年経たないうちに彼は亡くなりました。本当に残念でした。はい。本当に悲しいです。はい。えー、素晴らしいミュージシャンでしたしね。やっぱハートがあって、う歌がね、何でしょう声もいいし、あのー、やっぱり歌心があるっていうかね。もう本当にそこは、 オペラとかロックとかそのジャズとかそういうものを境界線を取り,取り合って素晴らしいものが素晴らしいんで。ですので、今これもし聞いてらっしゃる方のオペラのね、関連のがありましたら、ぜひ聞いてください。さっきボトに言ったグレッグレイクも大変素晴らしいボーカリストです。で,で、途中のこれの中で来たボーズ・バレルもアンダーウェイテッドされてますけど、歌唱評価されてますが、僕は大好きで素晴らしいあのボーカリストだと思うし。で、このジョン・ウェットンですね。本当に素晴らしいです。 はい。そうですね。ちょうど僕が、浪人生ぐらいの時にですね、1981年だったと思うんですけど、えー、キングクリムソンは再結成されて、これも僕は見に行きました。これは浅草の、浅草のロックザっていうね、元はストリップ劇場かなんかだったところで、そこで彼ら再結成後のやつを、いや、あの、やったんですよ。もう、全然違うバンドになってましてね、びっくり要点でした。はい。ジャケットも全然違うでしょ。なんとなく、なんとなくこう、ちょっと、

よりロボットフリップの個性が前に出てきて、その同じギターのフレーズを繰り返しながらですね。でもこのバンドは、えー、そのビル・ブラフ,バフォードがまた戻ってきて、あとは、えー、トーニー・レヴィンですね。ベーシストのセックギターっていうのを持つ人ですね。で、えー、それと大事なのエイドリアン・ブルーっていうのは、えー、トーキング・ヘイズにいた、えー、ボーカリストなんですけど、彼がね、アメリカンなんですよ。これもともとキング・クリムゾンは ブリティッシュバンドで、非常にこのブリティッシュのジェントルメンたちがやってるって感じの雰囲気があって、重々しい感じの、えー、テイストがあったんですけど、エドリアンブルーが貼ったことによってアメカンになって <laughs>、これが賛否両論を読みましたね。これで多分、そこまでのキング・クリムゾンのファンはかなりいなくなりました。でもまあ僕は、僕にとってみたら、生のキング・クリムゾン見たのこれ本当に初めてだったんで、 ま、あこれが僕にとってのある意味のスタート。ここの前は、だから、その、過去のものを僕が拾ってきて聞いてるわけですね。もう、こっからは僕は、もう同時代に来てるんで、えー、僕は本当に思い出深いです。えー、こっからのキング、僕何回か見に行ってるんですけど、本当に、えー、大好きですね。こちらの方も。えー、あの前のに比べて、ちょっと、あの、もう、えー、その間にパンクが入ってきたりとか、いろいろもう変わってきてるんで、ちょっと、 うん、アルタ,ナオルタナ系のそういう音楽が始まってきてるんで、キング・リズムゾーンも微妙にちょっとあの位置を変えながらやっていくんですけど、このあたりのところはね、大変に素晴らしいです。このやっぱりロバット・フリップが、えー、ものすごいあの柔らかいんですよね。だから非常に頑固な親父みたいな感じなんですけども、えー、どん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 いろんなところの、あれを吸収していくんです。で、この時期の3枚アルバムあるんですけども、これとビート、 っていうのと、えー、っと、3番目、えー、っと、3 of the perfect pair っていうのね、あるんですけど、これどれも素晴らしいです。あの、赤、青、黄色、信号化みたいな感じなんですね。はい。で、この第2期もまた、えー、解散しまして、その後、えー、っと、また別な世界なんですけどね。ここまで詳しく話してるともう、さっきのもう、 長くなってしまう。で、それで、まあ、そこはちょっとヘビーメタル系な、に感じになりますね。基本は一緒なんです。このエイドリアンブルーやっぱり残って、ロバート・ブリフと、途中で、ええー、と、あの、ダブルバンドみたいな感じなんですね。ギターが、ギターが、ギターがもともと二人いるんですよ。ギターが二人いて、ベースが二人いて、ドラムが二人いて、みたいな感じに、途中でダブルバンドみたいになったりして、重厚さを増していくんですけど、 ちょっとこれはで、これも僕は聞きに来ましたけども、ちょっと行き詰まっていきましたね。どん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 ね。それで2000年に入って、割とすぐの頃に、えっ、ー、と一、一回そこで崩壊します。で、しばらく沈黙してたんですけども、えー、2000年入ってすぐじゃないね。しばらくですね。えー、2008年ぐらいですかね。に、あの、えー、また解散ということになりまして。それでまあ、都合、 えっと、1、2、大きくわけですよ。細かいのはたくさんあるんですけども、第4期目の、キングクリムズンが今やってるわけです。これは、えっ、ー、と、新曲を出すというよりは、そこまでの、えー、名曲をですね十分、今のサウンドで聞かせると。しかも、そのジャズの、ビッグバンドってのがありましたけど、そういう感じですね。これはもう、えー 三人ドラムスがいて、みたいな感じでね、やるんですけど、これはでも素晴らしいです。まあ、まるでオーケストラですね。オーケストラ的なサウンドで、えー、やるということで。まあ、この今のキング g c r ズムについてはまた会を改めて話をしたいと思います。まあ、とにかく、えー、とこの僕に、えー、大きな影響を今まで与え続けてきたキング g c r ズム えー、ぜひ、皆さん、もし、あの、聞きになったことなかったら、Apple Music でも何でも構いませんので、聞いてみてください。一曲目を聞いて、これはなんか激しくて嫌だなと思っても、ちょっとしばらく聞いていただくと、えー、全然違う世界に入ってきますんで、えー、まあ、大きな物語の世界というか、大きな世界、ワールドですね。そこに、えー、魅了されること間違いなしだと思います。はい。ぜひ、皆、えー、さん、お聞きください。はい。 本日は、キングクリムゾンについてでした。はい、それでは皆さん、良い一日を